どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデル、これを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ今回取り上げたい曲は中森明菜さんのあの曲いきます。ドン少女 A。 この曲初登場ですよ、ガズレレ。これはですね、今聞くとね、歌詞の内容強烈ですけれどもですね、もりもりパワフルにやっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半かっこいいバージョンはですね、あの独特のあの雰囲気があるイントロ。これイントロでちょっと難しいこと出てきちゃうんで、シンプル簡単バージョンはイントロ抜きなんですけど、後半のかっこいいバージョンはイントロとかいろんな決め。これが結構奥が深いんですよ。はい。濃厚に攻めていきます。かっこいいバージョン、2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やってみたいと思ってるんだけど、もう不器用で無理ですとか、私がきっと無理だと思うな、みたいな方が、という間にできるガズレレのねプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てたらどんな方でもあっという間にすぐにウクレレで音楽できるようになっちゃいます。はい、やってみたいなと思った方は今からこのガズレレのプログラムのリンクをここに貼り付けておきますんで、ここのリンク先に行って上から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってやってみてください。いいですか。ここから始まりますよ。クリック、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレ、ちっちゃいウクレレ1本でもめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでにね1900曲以上もね多分アップロードされていると思いますね。皆さんの好きな曲もあると思います。たくさんあるんで、例えば皆さんのやりたい曲とスペースガズレレっていう感じで YouTube 内で検索すると結構出てくると思います。さあそれではやっていきましょう。中森明菜さんのあの名曲少女 A。 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1、2、3。上目遣いに盗んで見ている青いあなたの視線が眩しいわ。思わせぶりに唇濡らし、きっかけぐらいはこっちで作ってあげる。いわゆる普通の17歳の さんの少女 A。 すごい曲ですね。なんかあの曲を当時の小学生とかがみんな歌ってたって考えるとすごいなとも いうふうに思うんですけど、まあ、あの時代ならではのあの、なんつう、妖艶な雰囲気っていうんですかね、中森明菜さんのあのね、ムードってなんかやっぱありますもんね。気持ちがいいですよ、歌ってみると。やってみてください。はい。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいておりまして、主に2番のところの A メロみたいなところをカットさせていただいております。フルでやりたい方、1番とね、同じでコード進行で歌詞が変わっていくだけで、ね、まずはガズレレバージョンで練習していただいて、慣れてきたらフルコーラス自分でノットとかにね、楽譜書き出してやってみるのをお勧めしますが、まずはガズレレバージョンやっていきましょう。はい。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレの練習スタートして、
させていただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせて練習できたらもう素晴らしいと思います。これでも、ね、結構歌はねご存知の方多いと思うんですけど、歌ってみたら分かると思うんですけどね、 A メロのところなんてずーっと息継ぎする暇ないですからね。うわ目遣いに盗んで見ている青い嫌なあの視線がもうこれずーっと一息で歌う感じですから、ここら辺とかね息いっぱい吸って腹式呼吸でとかいろいろ考えながらやるとまた楽しいと思いますよ。はい、ガズさんと一緒に演奏できた方おめでとうございます。そのできるようになった方はですね、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思いますけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはさすがにそれで難しいでしょうから、なんかね最初は楽譜的なものを見て何回も何回も練習していくうちに自分の中にこう覚え込んで覚え込ませて覚えちゃってね、最後はじれたいじれたい、この大空に向かってねじれったい気持ちをこうわっと放出するのもいいと思うんですけどね、覚えちゃうのですごく気持ちがいいんでおすすめなんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜練習って言ったって楽譜どこにあるんだろうという方安心してください。今のね、ガズレレの演奏はですね、このノート33冊目です。このノートに記入した、手書きノートを見て演奏していきました。はい、少女 A って書いてありますね。はい、これを見ながら演奏していて、もうちょっとしたらこのように大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた少女 A を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックがあります。その中から毎月5曲皆さんがこの曲やりたかったんだよな、この曲いいなみたいな感じで5曲を選んでいただいて、あ、もちろん追加もできますよ。まあ、ね、お手元にデジタルデータとそしてこの楽譜がですねダウンロードして即座に練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズ音が行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかって裏口のねミーティングをですねみんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしてるという、なんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのはこのね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさん、ラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。少女 A、中森明菜さんです。中森明菜さんのイメージだと結構この曲なんかねイメージすごくあるなという感じですけれどもね、見ていきましょう。さっきも言ったんですけど、このイントロはですね、ちょっとここ見てもらうと分かるけど、普段あんまり見慣れない D シャープとかね、この C シャープとか出てくる、ちょっと難しいこと出てくるんで、これかっこいいバージョンだけではこれやりますが、じっくり後で解説していきますんで、見ておいてください。で、今のシンプル簡単バージョンは A マイナーで伸ばしといて、ここからうわめずかいで歌から入っていきました。はい、ここから少しシンプルですからね。で、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、この D マイナー2ブロックここにあって、ここに1弦の320って書いてあります。これね、かっこいいバージョンではここで決めのフレーズを入れていきますよということなんで覚えておいてください。はい、これすごくコードシンプルですね。A マイナーと E7 みたいな感じでずっと続くだけです。はい、これこうやってね、今ノートを、カメラに大きく写しておくので、お時間ある方一時停止してノートに書き出してください。それか今紹介させてもらったガズクラブでこのガズレレのノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのがめちゃくちゃ有効です。まず見てもらいたいのはこの歌詞の上にね点が書いてあるでしょ。こことこことここにね、これはねいきますよ。ワンツースリーフォー、上目遣いに盗んで見ている青いあなたの視線が、はい、このリズムが変わるときに点が打ってあるので、これめちゃくちゃ分かりやすいです。あともう一個はですね、歌詞カードには出てこない、伸ばすところ、言葉がじれたいじれたい、これ伸ばすところはね、歌詞カードには出てこないですけどね、歌詞カードにはじれったいじれったいって書いてあるので、こういうのが分かりやすいと思います。はい、お時間ある方はこんな風に今一時停止しとくんでメモってください。はい、一時停止ね。まず A メロ1番、ほい
で、ここサビ1番です。ここがですね、やっぱりパワフルにいきたいと。ここ矢印マーク、これシンコペーションといって、リズムがズコンと前に食い込むよってことで、これかっこいいバージョンではそうやって決めていきます。あとここにタッタッタとかタタタとか、だからいろいろ書いてあるけど、これもね、かっこいいバージョンではね、濃厚に決めをね、入れていくんでね、これかっこいいんですよ。はい、ここにツタッタッタとか書いてあるしね。これも後で解説していきます。で、ここ、感想として Am2 ブロック行って、もうね、2番目のサビ、サビの2、ここ行っちゃいます。1回目のサビとコードシンクは同じですけど、歌詞がちょっとこの辺変わってきますということですね。で、特別じゃない、どこにもいるは私少女へで終わったというのがガズレレショートカットオリジナルアレンジということになっております。はい、じゃあやっていきましょう。まずはコードの解説からいきましょう。まずね、ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、基本のコードはですね、ちょっと今ここに書きました。今シンプル簡単バージョンはね、このね、5つだけですよ。コード出てきたの言います。Am と F と Dm、G7、E7。この5つ。これはめちゃくちゃ簡単。なんだけど、かっこいいバージョンのね、イントロ。ここにイントロが、かっこいいバージョンをやるんですけど、ここで D7 っていうのが出てくるんですね。なんで、この D7 っていうのを加えさせてください。今、この赤く囲ってるやつは後半かっこいいバージョンで出てくるんだけど、こんな感じですね。はい。5つは簡単版。D7 は、かっこいいバージョンなんですけど、これ入門コードのグループなんで、これも合わせて紹介。今映ってるこの6個のコードは、はい、これです。ガズレレ必須コードでございます。ガズレレ必須コードは一体何かというと、ウクレレでね、音楽始めたいなと思った方に覚えてもらいたい10個の、入門コードのグループがあります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらもうほんと簡単なんですよ。だけど、いっぺんに10個覚えようと思ったら頭が混乱するんで、ね、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、ガズレレ必須コードを遅かれ早かれ覚えちゃってください。今日そのうちの5つプラス1で6個出てくるよということでございます。さあ、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、そう、さっきも言ったようにね、この曲って、息継ぎするタイミングを事前にね、分かっといた方がいいと思います。特に、うわ、めずかい、盗んでみてる。ここはね、ほんと一息でずっと行きたい感じですね。青いあなたの自然が眩しいわ。なんでこんなことも意識したりとか、これね、言葉のリズムもすごい大事になるんですよね。うわ、めずかい、盗んでみている。この言葉のリズムもしっかりこう、なんとリズムのね、このグルーブの中に落とし込んでいって、この疾走感さらに高まります。リズムと、これ歌のタイミングを合わせ。こういうのも意識していただくとですね、なかなか奥が深くなっていまして、歌の確認。今一度やってからかっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョン解説入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、イントロが、入るんです。このイントロでね、見たことないコードがいっぱい出てきちゃうということで、紹介していきたいというのも難しかったらね、シンプル簡単バージョンみたいに、イントロは、ショートカットバージョンでもいいと思うんですけど、あのイントロがやっぱりね、印象的でしょ。ギターソロみたいな感じのコード、怪しい感じ。はい。その、雰囲気を再現するには、コードがまた必要です。はい、まずこっちから、D シャープコード使っていきましょう。D シャープっていうのを押さえる場所に、ここと C7 のとこと、こことここでございます。はい。コード。こんな感じで押さえてます、ガズは、ね。OK。こことここだよ。こことこことここ。はい。で、これでもいいですよ、もちろん。はい。これでもいいですし、これでもいいし、ということで。はい。これをちょっと慣れるとね、結構できると思います。D シャープ。はい。で、あとね、さっき言った D7 が出てきて、D7 はね、入門コードなので大丈夫。で、これ、C シャープ。これがね、ちょっと厄介。押さえる場所言いますよ。ここと、ここになります。これ、つまり C っていう入門コードあるじゃないですか、これ。で、これ、白いこの棒から3つ目ですよね。これ C シャープなんで、1個こっちにずらしたっていうイメージです。なんで1フレット全部人差し指で押さえて、この白い、ここの弦が引っかかったりとか、1個こっちにずれたというふうにはイメージして、そしてそこで C を弾く。これ C シャープですからね。こんな形か、こんな形だ。小指の方がいいんじゃないかな。人差し指でバッとこうやって押さえて、これが結構難しいです。こうやって指1本で全部の弦1弦から4弦まで押さえるのを制覇とかバレエとか言うんですけど、これはですね、ちょっとこのね、短い動画なんで説明するよりはね、もう前にね、めちゃくちゃ濃厚解説してるいい動画があります。この A シャープというコードで、この制覇とかバレエ、この指1本で押さえる方法をめちゃくちゃ詳しく解説してるので、このね、A シャープの動画のね、後半のところでちょっと見てください。はい。概要欄にこの動画の URL 貼っとくんで、この制覇とバレエ、ぜひこれを押さえてから、小指でちょいですからね、1弦4フレット。はい。制覇して、バレーして、1弦4。はい。C シャープ。イントロで出てくる。ここがちょっと今日のね、最大の関門にあると思うんですけど、やっていきましょう。そしてね、いろんなリズム出てくるんですけど、今日まずリズム出てくるリズムを紹介します。はい。ドーン。まず基本になるのは8ビートのチャでございます。あと、カッティングと、
ドーン、シンコペーション、リズムが前にズコンと食い込んでくるよという、こんな感じになると思います。今映ってるこのリズムの弾き方、ここをちょっとリンク先貼っときますね。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がそこにすでにアップロードされておりますので、動画を見ながらじっくり見て、マスターしてください。8メートルチャっていうのはガゼレレでもきっと一番、多く出てくるリズムだと思いますね。こんな感じ。疾走感まさに。このね、少女 A はですね、やっぱ疾走感結構大事になると思いますけど、疾走感と曲が速くなっちゃうのは違うんでね、疾走感っていうのは速く感じさせることなんで、テンポはどんどん速くならないようにエンジンブレーキかきながら気持ちよくやっていきましょう。はい。で、今日はね、ちょっといろいろ解説していく、順番に解説していこうかな。はい。まずカッティングから始まるというかですね、ちょっと聞いててください。イントロからやります。イントロ。ちょっとイントロ、ちょっと続けてやってみるね。ワン、ツー、スリー、フォーで、てってれてて、てってってて、てってれてて、てってって、はい。ここの感じ。これは A マイナーを最初、ジャーって弾いといて、あと、どこでもいいんで、こう左手ね、弦触って、チャッチャチャッチャチャッとリズムをね、刻む。これカッティングって言うんですよ、こういうのをね。で、てってれてて、てって、ダー、てってれてて、ダー、たったった。はい。これ。かっこいいでしょ。で、その後、あの難しいコードが出てきます。じゃあ最初からもう一回いきます。せーの、ゆっくりいきます。はい。で、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 カッティングね。で、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 はい、ここから難しいコード、D シャープ。で、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 D7 から C マイ、C シャープ行って、また、で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 、8ビートこっちは。もう一回 D シャープ。で、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 D7 から C シャープ行って、で、こんな感じです。ここの D、Dシャープから D7、C シャープ。ここが今日の一番難しいコードですね。ここです。ここがキーポイント。これ2回ここが出てくるんでね。ぜひちょっとやってみてください。で、その後、2回目出てきた後は、最後、チャタタ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 。ここから歌。うわ、目遣い入ってきました。このタッ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 って8ビートのチャオチャオ最初に、タッ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 タ。これ途中でもね、こんなの出てくるんでね、これ見といてください。これイントロがですね、なかなかこのコード進行が出てくるんで、これ難関でございますけど、気持ちがいいですよ、このメロディーライン弾きながら歌うと。ぜひ、トライしてみてください。はい。で、A メロに入っていくんですけど、ちょっと聞いててくださいね。ワン、ツー、スリー。うわ、目遣い、盗んでみている青い花、楽しせる。ここよ、ここ。この D マイナーのとこで、はい、ここ D マイナーを押さえたまんま1弦のドゥンドゥン320です。1弦だけ数字言いますよ。00320ドンダタンダタン。ちょっとシンコペーションっぽいフレーズ。もう一回ワン・ツー・スリー・フォー。00320ドンチャッカッタッカッチャッカッ。はい、もう一回超ゆっくり。ワン・ツー・スリー・フォー。00320チャッカッタッカッチャッカッ。かっちょいいでしょ。これをちょっとね、皆さんやってみてください。Dm を押さえたまま小指の3、2。これちょっと難しいかもしれないけど、これでだいぶ世界観高まります。青いあなたが、青いあなたの視線が眩しいわ。320、思わせる首に唇濡らし、きっかけぐらいは、また Am で同じ。320のチャッカッチャッカッチャ。はい。今度、Am を押さえたまま1弦の320です。同じですよ。さっきは Dm を押さえたまま320、今度は Am だから320。はい、こんな感じで Am と Dm で1弦の0320、このフレーズを入れる。気持ちがいいんでぜひやってみてください。で、この一番最後サビに行く前のところだけちょっとね、おかずっぽい感じで、似たようなことを誰でもからやってみます。似たようなことを誰でもしているのよ。320みたいな感じで、次にサビに行くぞって、ツタツタ、スカビートみたいな感じで、チャを毎回入れる感じ。なんだらツタツタツタ、ジレタイ。こんな感じでサビに入っていくのがいいかなというふうに思いました。ちょっとね、動画でニュアンスをちょっと感じ取っていただければというふうに。これ8ビートが、この疾走感満載でいきたいんですけど、さっきも言ったように、あんまりも速くなっちゃいすぎないようにね、エンジンブレーキかけながら心地よいドライブ感で行くのが、8ビートのチャンのね、ポイントでございます。じゃあ、サビに行くんですけど、これシンコペーション、ここから出てきますね。シンコペーションはこの矢印のマークで、リズムがズコンと前に食い込んでくるよということです。ワン、ツー、スリー、フォー。じれたい、ここ、じれたい。いくつに見えても私だね。これいいでしょ。
シンコペーションが、出てくるんで、ここアップでズコーンと8ビートのシンコペーションはアップでね、コードを変えるっていうことになってますよね。これやってみてください。で、その後、特別じゃないどこにもいるは、ここら辺私少女へ、ここでカッティングの応酬が始まります。特別じゃないからやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。特別じゃないどこにもいるは、まずこれは、タッ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 、こういうリズムです。E7 で。はい。カッティングですよ。こうやって、左手で音を止めてます。右手で止めてない。ね。はい。で、チャを入れる。特別じゃないとこにもいるわ。はい。これかっこいいですよ。この後、わたし。今度は、スッパー、スッパー、スッパー。これは、はい、続けていきます。特別じゃないどこにもいるわ私少女へ、最後のところは203連ダンダンダンドーンツッダンスワンツースリーフォーワンツーダンダンダンドーン。はい、これ200の中に 3拍の切れだよということでね、ちょっと口で言うとワンツースリーフォーダッ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 ツッダッツッダッツッダンダンダンドーンです。はい、これ E7 ですかね。コードは全部関係ないわからいきましょう。その前にね、関係ないわ、ここから特別じゃないどこにもいるわ私少女へ、スタタタタタタジーレ、こんな感じで、なかなかここね、面白いというか、なかなかカッティングがもう次から次へとやってくるんで、きっと慌てちゃうと思うね、最初は。なんで、まずちょっと練習用にすっごいゆっくりやっていきましょう。私は私を関係ない。シンコペーション行って次ですよ。特別じゃないとこにもいるわ。ちょっと今ので何回か練習していただければと思うんですけど、気持ちがいいですよ、こうできるようになると。歌とのシンクロもしてるんでね、ここがこうガチッと合わさった時にはかなりのね、このなんかこう達成感というかあるんじゃないかな。ただし、やっぱカッティングなんでね、ちょっとこれ、慣れが、練習が必要だと思うんですけど、トライしてみてください。あとはですね、2番のサビ、この後繰り返してガズレレ、ショートカットアレンジでは終わるということになっております。まずちょっとこのガズレレ、アレンジでですね、もう思いっきり練習してもらって、慣れてきたらさっきも言いましたけど、2番の A メロとか加えて、フルコーラスバージョンにチャレンジしていただくのもすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。これはなんかやっぱりうちの奥さん、ハニーなんかもですね、なんか知らんけど、歌えるんですよね。なんかその頃に聞いた、なんか記憶で、だからそういうね、方もすごく多いんじゃないかなと思うんですけど、その当時のなんか怪しげなね、妖艶な感じの、アキナさんのあの世界観、もう頭に思い浮かべながら演奏していきましょう。当時のね、その映像とかも YouTube にアップロードされてるんですけど、すごいですよ、今見ると。ぜひそういうね、感覚もこう一緒に音楽にこう織り交ぜて、感情表現ですから、はい、演奏していきましょう。さあ、それではやっていきましょう。中森明菜さんの少女 A ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 Thank you.
アキラさんの少女 A ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あのフレーズとか決めがですね、なすげえあのできそうでできない感じだときっと思うんですけど、できた時気持ちがいいですよ。じっくりあのまずはパート分けして練習したりなんかして、最後にグッと一つ固めて演奏していく、これがポイントになると思います。ぜひ挑戦してみてください。さあ皆さん、お知らせです。今ですね、2年ぶりにねガズレレイベント開催しております、5カ所全国回るうちのもうね3カ所も終了しているんですけど、あと10月に大阪、11月に横浜で開催予定なんですけど、これがですね皆さんありがとうございます、今もうソールドアウトになっております。大感謝。まだね次のねイベントの予定を入れていくと思うんで、またアナウンスをお待ちください。参加してくれるよという方、もりもり楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。G ラボのですね YouTube チャンネルがですねオープンしてますよ。皆さん知ってますか？今ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、ぜひ G ラボのね YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ必見ですよ。あとガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね、これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容を確認してぜひともご予約をお願いいたします。そしてあの毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあってる、すごくいいものなんですけど、これのね書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるので、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、このここに挟んでる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね皆さん、バイバイ、さよなら。